古事記、ヤマトタケル、出雲を討つ。クマソタケルを討ったヤマトタケルは、ヤマトへ帰る道をたどっていました。途中で出雲に入り、武勇で名高い出雲タケルのことを知りました。ヤマトタケルは、クマソタケルと同じように、出雲タケルを討とうと思い立ちました。まずは、出雲タケルを訪ねて、親しげに話しかけました。出雲タケルは、すっかりヤマトタケルのことを信用して、二人は互いに親友の誓いを立てるほどになりました。一方、ヤマトタケルは計りごとを巡らし、密かに赤菓子の木で木刀を作り、それに本物の太刀らしく見えるよう、カズラの飾りを巻きつけました。弥生時代の墳墓などの遺跡から直刀が出現しています。刀身の束に覆われる中子の尻に鉄製の玉木がついているものもあります。ある日、ヤマトタケルと出雲タケルは火の川へ出かけ、共に水浴びをしました。先に川から上がったヤマトタケルは、出雲タケルが水に入るために外した太刀を見て言いました。これはいい太刀だ。私に貸してくれないか。代わりに私の太刀を貸そう。ヤマトタケルは出雲タケルの太刀を握り、出雲タケルもヤマトタケルの太刀を腰に帯びました。すると、ヤマトタケルは、この取り替えた太刀で勝負をしようと言い、太刀を抜き放ちました。出雲タケルも太刀を抜こうとしますが、腰に帯びた太刀はただの木刀だったので、あっさりヤマトタケルに切り殺されてしまいました。ヤマトタケルは歌を詠み、出雲の地を後にしました。出雲タケルが吐いていた太刀は、カズラを幾重にも巻きつけた立派な太刀であった。しかし、それが実は偽物で役に立たなかったとは、なんとも哀れなものだ。友人を騙して、勝利をもぎ取った卑怯者の印象を受けます。しかし、古代の感覚では、これが英雄の知恵になるのかもしれません。こぼれ話。出雲退治。熊祖退治後の逸話は、日本書紀は古事記と異なります。日本書紀では、海路、大和に帰る道すがら、吉備の穴埋み、なにわの柏渡りで荒ぶる神を退治して復命したと記されています。古事記は帰り登りますとき、山の神、川の神、また穴戸の神を皆ことむけやわして舞い登りたまいきとあります。熊祖に続き、出雲たける退治の話に続いていきます。日本書紀の崇神天皇の下りに、出雲の古根の神宝献上の話があります。出雲の古根が留守の間に、弟の飯入根が勝手に神宝を朝廷の使者に献上してしまいました。出雲の古根は、このことを恨み、木刀を作り、太刀を変えて、弟を殺してしまいます。古事記の出雲タケル退治の伝承は国譲り神話と矛盾するためにこのような話になったのかもしれません。出雲の神宝。日本書紀によると出雲には天より持ちきたれる神宝があり、
崇神天皇はこれを要求しました。この宝は、出雲大神の宮の蔵にあり、出雲の古根が管理していました。この神宝が何であったのか明らかではありません。この神宝は草薙の剣だった説もあります。出雲のその後、出雲武の御事は、出雲の勇敢な人の意味で、出雲の統治者です。その出雲武を、大和武は退治します。日本書紀の崇神天皇の下りに、出雲の古根の中殺の話があります。中殺を知った朝廷は、吉備津彦と竹沼川分を使わし、出雲の古根を殺してしまいます。その結果、出雲の御らこのことに恐りて、狼を祀らずしてしましあり、と、出雲大社の祭祀に支障が出ました。こうして、出雲の狼の祭祀権を朝廷が取り上げてしまいます。しかし、今も出雲の海が出雲国葬として出雲大社に奉仕しています。